どうも、ジテッコーです。今回もモッド紹介やっていきます。地味だけど、便利なモッド。5000。1、サルジュスラダー。このモッドを入れると、はしごに向かってはしごを右クリックすることができます。こうすると、その右クリックした上下にはしごを設置してくれます。このように、登るときも、目の前のはしごをクリックするだけで上に伸ばしてくれます。降りるときも、このように、少し安全にはしごを置くことができます。そして、ちょっとしたバグですが、空中にもはしごが置けるようになります。2、クラフティングステーション。このモッドを入れると、クラフトテーブルから、クラフティングステーションを作ることができます。このクラフティングステーションは普通の作業台と同じような動作をします。ただ、違うのは置いたアイテムを保持してくれる機能があります。ついでに、置いているアイテムをインベントリに戻すボタンもあります。この、クラフティングステーションをさらにクラフトすると、ハンブロックのクラフティングステーションが作成できます。これも同じようにアイテムの保持機能があります。3、ベタービーコン、プレイスメント。このモッドを入れて、ビーコンを鉱石ブロックを持って右クリックをすると、勝手にビーコンの構築をしてくれます。ビーコンを破壊すると、使っているブロックも一緒に壊れてくれます。もちろん、サバイバルでも使うことができます。構築する際に別のブロックがあれば、それを削っておいてくれます。サバイバルで、壊してもブロックはきちんと戻ります。でも、これだと構築に時間がかかるので、シフト右クリックをすることで、全部一気に置くことができます。4、ボタニーポット。このモッドを入れると、ボタニーポットを作ることができます。このボタニーポットに土と作物の種を入れます。そして待つと。このように、作物が育ちます。この状態で右クリックすると、作物を取ることができます。ただ、これではいちいち右クリックしないといけないので、ホッパーと組み合わせて、ホッパーボタニーポットにします。ホッパーボタニーポットは新しくインベントリが増えており、作物が育つと自動的に収穫してくれ、ホッパーなどで吸い出すことができます。このボタニーポットが対応しているのは農作物だけで、地形の苗木は対応してないです。5、ディメンジョン、クリスタル。このモッドを入れると、ディメンジョンクリスタル、オーバーワールド。ディメンジョンクリスタル、ネガー。ディメンジョンクリスタル、エンド、が作成できます。このディメンジョンクリスタルを右クリックすると、対応するディメンジョンにワープすることができます。ただ、このディメンジョンクリスタル、ワープ前の座標と対応する座標にワープするので、このように、地面に埋まってしまうことがあります。きちんとネガーにいますね。オーバーワールドのディメンジョンクリスタルも同様です。先ほどより少し下に降りたので、地面に埋まってしまってますね。で、気をつけないといけないのが、エンドですね。こんな感じで、適当に使うと奈落に落ちます。エンドの場合は、初期スポあたりで使うとちょうど島にワープできると思います。いかがでしょうか？一個一個は小さいモッドですが、他のモッドにプラスして入れておくと便利だと思います。では、さようなら、さようなら、さようなら。